親友からこんなにたくさん新鮮なトマトが送られてきました。仲のいいトマト農家さんが作っているトマトということで、早速朝一トマトジュースを作ることにしました。まずこうやって十字に切れ込みを入れて湯むきをしていきます。これだけの数だったので、生で食べる以外にもこうやってジュースにしたり、それからご近所のおじいちゃまおばあちゃまに配ったりして、みんなで美味しさを分かち合いました。調べてみたところ、トマトの中に含まれるリコピン、抗酸化作用があるんですが、そのリコピンは熱を通した方が体に吸収されやすいということなんですけれども、さらに、夜よりは朝体に取った方が吸収が、されやすいということです。いい感じですね。あんまりね、ここでお湯につけすぎちゃうと、もっとドロドロになってきてしまうので、頃合いを見てこうやって揚げて皮を剥いていきます。暑くなってくるとね、朝オートミール、あったかいオートミールよりはやはりこうやってスムージーとか、ちょっとこう喉越しのいいものを朝一取り入れる方がいいのでね、そしてこうやってヘタを取ってひたすらミックスしていきます。今回はお塩を少し、それからレモン汁を少しだけ入れて、作ってみました。市販のトマトジュースだとやっぱり原材料を見ると、トマトストレートジュースっていうのもなかなか少ないので、本当にこうやってトマト丸ごとそのままいただけるっていうのはもう贅沢でしかないですよね。今回大きめのトマト3つ使っているんですけれども、こうやってスムージーにしてみると、それぞれ本当にコップ1杯ずつぐらいなので、なので1つのトマトをもう丸々1人分でいただいたっていう感じです。さあ、簡単にできました。朝一からこんなに新鮮な大きな美味しいトマトをジュースでいただく贅沢なひとときです。時間があるときは、特に暑いときね、このまま冷蔵庫に冷やしてガスパチョとして、例えばちょっと上にオリーブオイルを垂らしていただいてもいいですね。こう量が取れますね。子供のアンパンマンのカップがここですぐに出てくると、なんとなく絵的にあまり美しくないので、まずはこの透明なグラスだけで撮影しました。飲む直前にクレイジーソルトを上にちょっと振りかけていただきました。はい、これがね、子供の分のトマトジュースということで3名分完成です。ぜひたまにはこんな朝の時間がある時に、トマトジュースもおすすめです。